ナンバーワンラジオ、えー、今日も始まりました。ナンバーワンラジオでございます。えー、この配信はですね、えー、大阪の西中島にある、えー、ナンバーワンというお店ですね、ロックバーナンバーワン。まあ、こちらはね、僕がね、まあ、やってるお店ですけども、まあ、ひでちゃんとか、えー、ルナシー・グレー・ラルク・黒夢。 XJAPAN とかうんまあ、90年代をね彩ったあのバンドたちが好きな人が集まるお店でございますお店にはですね、えー、まあ、ドラムがあったりベースがあったりギターもあるんで、えー、演奏して楽しむこともできるというそういったお店になってますっていう感じでね今日はちょっとね、えー、いろいろお話ししていきたいんですけども、えー まあ、ラルクのね、ラルカフェっていうのがね、えー、お話がね、あります。うん、まだね、あの細かい詳細出てないんですけども、まあなんかやるらしいです、ラルカフェって言って。えー、で、まあ、去年もね、ありましたよね、ラルカフェ。 でそれはですね、まあ、昼間と夜があって、結構コース料理なになってて、昼間やと5000円とか、えー、夜やと1万円ぐらいするようなコース料理で、なかなかね手出せなかったんですけど、今回はねちょっとねえー、っとこういう感じでなってますね。えー、単品メニューというかね、ね、まあ、カレーがあったり、ホットドッグがあったり、あとなんかワッフルか、えー、あと チョコレートラテ、ココアラテかココアラテね、えー、飲み物があったりとかで、えー、まあ、割とリーズナブルな感じになってて、えー、頼みやすいと思います、まあ。めちゃめちゃ安いってわけでもないけど、でもまあ、カレーで1000円なら、まあ、普通っちゃ普通ですよね。結構手の込んだメニューなわけですから、まあ、それなりにね、 え値段しててもいいと思うんですけど割と普通のうんお値段かなと思いますえこれもねまたねまあ詳細とかね詳しく分かってきたらえ告知させてもらいたいっていうかまあこちらのねえラジオで紹介させてもらえたらなと思いますけどもはいまあそんな感じですけどもまあラルクはね僕はね出会いはね えー、ポップジャムって言ってね、えー、昔やってた、あのー、NHK がやってる番組があるんですけどももう今やってないかな、えー、森口博子さんが出ててね司会でやってて、まあ、ポップジャムといえば、えー、まあラルクはね他にも伝説があってね、えー、途中で怒って帰ったっていうね、えー、ビジュアル系ビジュアル系って言われてねその時はね爆笑問題さんがね、えー 司会だったんですけども <laughs> ビジュアル系だビジュアル系だって言ってこうなんかバカにするような言い方をされてね、えー、怒って帰ったなんていうのもありますけども、えー、僕はね見た時はもっと古い、えー、96 0多分6年とか、えー、ぐらいかなもうちょっと古いかもしれないね95年とかぐらいかもしれないですけどもえー あの「風に消えないで」っていうね曲があって「ポップジャム」でそれを披露した時にうわかっこいいなと思ったんですよへえー、こんなバンドいたんだーって、まあ、それまでね僕は「ラルクアンシェール」って知らなかったんですけど、えー、こんなかっこいいバンドいるんだって言って、えーまあ、次の日にですねすぐにその CD 買いに行きましたねあこれラ「ラルクアンシェール」っていうんだ 風に消えないであいい曲だなと思ってですぐにあのシングルがねちょうど出てたんで、えー、シングルを買ってでそっからね、えーまあ、ちょっと記憶定かじゃないですけどねアルバムが出るんですよ「TRUE」っていうアルバムがね、えー、でその「TRUE」のアルバムを、まあ、僕は買って、えー、めちゃめちゃ聞いてましたね。 はい、もうトゥルーのアルバムね、ね最高にねあのラルクの良さがいろいろ詰まってる曲だと思います。めっちゃ結構ねあのハードでロックな曲もあったりねラウンドラウンドとかねかっこいい曲があったりもしながらも、えー、カーレツ・オブ・ヴィーナスのようななんかこうね、えー、ポップな曲もあったりと、ね、でフォース・アベニュー・カフェというね、えー、幻の。 ね、シングルになる予定だったのにシングルにならなかった幻のね曲もありますしてでまあラルク・アンシェルはねそれから「フラワー」と「ライズ・アンド・トゥルース」というね名曲を生んでパンパンパンっていう感じでね、えー、世間を賑わしていってね、えー、すっごいねもう一気にねもう売れていったんですよだからそれをね、まあ、僕は目の当たりにしてねわすごいバンドだなと思って 見てましたよ。うん。で、TRUE のアルバムはね、本当にね、1曲目からね、最後の曲までね、全部いい曲でね、えー、まあ、本当にね、中でも僕が好きなのは、カーレス・オブ・ヴィーナスってねいう曲が大好きで、あのラルクのライブでもね、まあ、結構ね、やってはりますけど、2曲目とかぐらいによくやるんですけど、あのー、まあ、やっぱ盛り上がる曲、みんなが、うわーってね、 あのイントロが鳴った瞬間にふわーってこう声援が出る曲ですね。だやっぱりね、あのそれでまあ僕はほんまにトゥルーで、あのラルクを好きになって、ただまあその後にね、さくらさんがね、うん、お薬をやっちゃったりね、えー、ちょっとね、まあ、そんなことがあり、えー、まあ1年間の活動休止をね、するんですよね、それが97年ですよね、確か。 97年は1年間活動を休止して、えー、復活は多分98年だったと思うんですけども、えー、その復活の時にね「虹」っていう曲をね、えー、発売して復活するんですけども僕も買いましたよ虹、ね、復活のあのすごいねサッシみたいになっててね、えー、なんかこうパラパラパラってね初回原点版のね かったんですよこサッシみたいになってパラパラパラって、ね、めくれるんですけどねうーんまあ初めて聞いた時んだこの曲はって思いましたけどねそのそれまでがね「まあ風に消えないでフラワーライズトゥルース」ってこうねパンパンパンってきたのは結構ポップな曲だったんですよそれがですねあの虹になるとねめっちゃ暗いんですよね えと思って。時は奏でてーってね。えー、始まるんですけどね。うわ、こんななんかちょっとダークで暗くて。ね。まあそれもね、あのー、ラルクの魅力だと思いますけどね。このダークな暗い曲っていうのもね。うん。ただまあ僕はね、あの、それ以降ね、あんまりこう、 ね、ラルクにはまることはなかったんですよなので、えーとね、そっからもうねほぼほぼ聴いてないんですけどもここ最近になってね、えー、またこのお店をやることになってまあ「ラルクのファンがね増えてきて聴、えー、くようになったんですけどそうするとねめちゃめちゃかっこいいなっていう曲が出てきて、あのー、当時はねちょっと知らなかったんですけども。 例えば、シャウトアットザデビルとかね。えー、あとまあ、グッドラックマイウェイまあちょっとまだ最近の曲ですかね。don't be afraid とか、えー。なかなかこうね、激しくて、えー、ロックでかっこいい曲とかもあるし、まあ、キスキスキスみたいなね。ちょっとこうなんか、うん、ね、妖艶というかね、あのまたちょっと違う。 一面のあある曲があったりとかねまあ,あのやっぱり作曲できる人が4人いるからねなんかそれぞれの色があってまた面白いんですよねなのであの本当に1個の色じゃなくてそれぞれの違う色を持った、えー、曲があってで特に僕はこの、ね「えー、Don't Be Afraid」とか「Shout at the Devil」みたいなちょっとこう 激しめのねロックな感じのする曲っていうのが結構好きであこれいいなと思ってうん聴いてますねでまあここ最近あのインディーズの頃の曲も聴くんですけどもデューもねデューも改めて聞くとねあかっこいいないい曲だなって思うんでちょっとね勉強し今はね本当にね最近はねこう勉強しているそんな感じですねはい でまあ、いろんなお客さんに、ね、出会うことでこう僕の知らなかった、ねえー、世界を知れてすごいね嬉しいんですけども、はい、そんな感じで、ねまあ、ラルクの、ねえーまあ、ラルカフェまだ、あねね、詳細がわからないので、ねえー、ぜひ行ってみたいと思いますけどそして、まあ、僕のちょ,っと、ね、ちょっとしたラルクの思い出話とかさせてもらいましたけども。も えー、ラルクのライブはですねまだ1回だけ行ったことあるんですけどもあれはね30周年の記念ツアーみたいなんでね大阪のあれ大阪城ホールでやったときに行きましたあれはも23年前だったと思うんですけども、うんまあ、コロナとかもあってね延期したり、ねね、してた中で、ね、多分コロナ前でギリギリ行けたやつじゃなかったかな。 でもね、あ、じゃあコロナ、コロナの時だ。まだ声出せなかったんでね、えー。コロナで、ちょっと一時期ライブとか全然できなかったけど、いよいよこうラ,ライブができると。ただ、キャパが半分とか。で、僕行った時は、キャパも普通のキャパだったかな。うん。半分だったか、キャパ普通だったか、ちょっと忘れましたけど、多分普通になってたかな。 ただ声出したらダメですよとか、えー、あってまあ初めて見たラルクかっこよかったですけどねはい <laughs> で僕はやちょっとねハイドさんのソロとかも興味あるんでねハイドさんソロも行ってみたいなと思いますねハイドさんのソロねなんかね結構ロックでかっこいいなと思って見てるんですよでなんかあのまあツイッターとかまあ今 X ですねとかで まあたまその前以前にハイドさんがねライブゼップとかでやってた時のライブの映像とかがねこう携帯で撮ったやつが、えー、流れてきてたりするんですけどもかっこいいなっていうかそのやっぱね2階席とかにも上がってきて目の前でこう歌ってくれてたりとかするんですよそんなファンサービスしてくれるのみたいなうん。 なので、ちょっとこう、ライブ行ったらすごい楽しそうだなと思うんで、まあ、もしね、何か機会があったらね、えー、ライブ行ってみたいなと思ってます。はい、そんなこんなでですね、あのライブといえばですけども、えー、6月29日にね、ジュソのガブというところで、えー、ライブをやります。でこのライブね、いろんなコピーバンド出ますんで、えー、まあ、 アシッドブラックチェリーじゃない、ジャンヌ・ダルクのバンドとか出るのかなあと、えー、あの、ルナシーのバンドとかも出ますし、エクスチャ版ンのコピーバンドも出ますし、僕は、えー、ヒデのコピーをしますんで、ぜ、え、ひ、ー、ね、よかったら、えー、詳細はね、また分かり次第ね、えー、告知させてもらいますんで、えー、これはね、もう毎回毎回言うていきます。んで もしかしたらね、ラルクのコピーバンドもいるかもしれませんね。はいあとですね、2月の20日に、なにわ男さんが、えー、来店します。前回ね、ちょっとね、えー、できなかったんですけども、あのー、まあ、石川県のね、えー、被災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 、ねえー、地震があって、まあ、ね、被災された方っていうか、うん。 あのまあ、大変な、ね、今もなお、ほんまにね1月1日に、ね、地震があって大変だったと思うんですけど、今もなおね、ねまだねこう避難所生活してる方とかもいますんで、うーんまだまだこう復興はね時間かかると思います。そんな中、ね、なんかねまあ、多少なりと、ほんまにね僕らが,でき,僕が、ねえー、できることなんて本当にちっちゃいことなんですけども、えーまあ、その。 トモさんがね、まあその被災した人たちのために何かできることないかということで、まあ、トモさんがギョ、えーまあ、餃子を焼こうと、うんで、その餃子とドリンクのセットを1000円で販売するんで、その1000円の半分の500円を、えー、寄付金としてね、えー、義援金、寄付金、うん、として えー、送ろうとあとまあお店のお客さんが使ってくれたお金の、えー、10パ、ねえーねをあの寄付にさせてもらいますんで、はいまあ、そんなこともねやろうと思ってます、はい、まあねやっぱねこういうのもなんですけどやっぱね お互い様というかね、誰かがね、目の前で困っている人がいるのにね、えー、まあ知らんぷりするのはちょっとね、まあ、僕はまあできないし、まト、あ、モさんもね、そういう人なんで、えー、まあ本当にと、とはいえね、えー、自分たちの生活をこう、脅かして、自分たちの生活を切り詰めてね、えー、やるわけにはいかないんで、まあ、本当にできる範囲って、まあ、本当ね、ちっちゃなことですけどね。 まあ、本当に僕らができる範囲でちょっとやらせてもらいたいなと思って、えー、そういうことをしようと思ってます。はい、あとですね僕ハイスタンダードが、ね、好きでね、えー、とちょうどねその、まあ、x ジャパンがね解散した後九98年97年か97年の年末で解散して、えー、98年からね、えー、なるんですけどもその時ぐらいからですね 僕、ハイスタンダードというバンドが好きで、うんまあ、メロコアの、ね、バンドなんですけども、まあ、モ,ンモンパッチとかね、モンゴル800とかね、えー、そういうバンドにすごい影響を与えたバンドです。えー、当時ね、昭和56年のあなた、ね、昭和56年とかその辺の、ね、生まれのあなたならまあ知ってる。 知ってると思いますけども当時のね僕の高校生の間ではねハイスタンダードというバンドがすっごい人気だったんですよでこれはね何がすごいかって言ったらねメディアに一切出ずにねほんと口コミで広がっていったんですよねほんまにあのその当時はねツイッターみたいな SNS なんていうのもないんで本当に友達が 「これよかったよ」って言って CD を貸してそれを聞いた CD がめっちゃかっこいいってなってまた違う人に CD を貸してって言ってなんかねいろんな人にこう口づてとかで伝わっていってでほんま全国の高校生当時の高校生の間ですごい流行ったんです。 で本当にあのハイスターっていうバンドはメディアに出るのが嫌がってたんでテレビとか雑誌とかにも全然出なかったんですけどもえそういう口コミで広がっていったっていうねすごいバンドでねでカラオケにもね曲を入れたくないって言ってねえカラオケでそうやって曲入れて歌うぐらいならバンドをやってくれとコピーバンドやって俺たちの曲をやってくれっていうようなうバンドで。 で実際僕もそのおかげでそのハイスターのコピーをよくやってましたね高校生の頃めっちゃコピーしまくってたんでなのであのまあそのハイスターがですねまあ2月14日にまあそのドラムの常さんが亡くなってもうだから1年経つんですけどもはいまあすごいね僕もショックを受けてね、えー もうハイスターのライブね、僕見たことないんですよ、まだ。うん。いつか見たいなと思ってたんですけども、そうやってドラムのね方が亡くなって、あもうこれで二度と見れなくなるのかなと思ってたんですけども、えー、どうもハイスターのね、えー、残りのメンバーの方たちは、えー、ハイスターは続けていくと。で、まあ、ドラムの方はですね、まあ、サポートなりなんなり、まあ、多分サポートですね。えー、一応なんか、 正式メンバー入れようと思ってオーディションしたみたいなんですけども、えー、やっぱりこれっていう人見つからなかったみたいなんでサポートという形で、えー、サポートの人を入れてやるみたいですであれ3月のいつだったかなちょっと忘れましたけども、えー、NoFX っていう、ね、バンドがね、えー、来日するんですよでそれの、えー、オープニングアクトというか前座というか それにハイスターが出るんですね。NoFX っていうバンドは、ハイスターが、えー、まあ日本でこう売れる前に、ねえー、ヨーロッパツアーとか、海外で、ねえー、ツアーをね、アメリカツアーとか、ね、ツアーを回ってたんですよ、海外で。で、その時にそのノーエフエッ f x とよく一緒に回ってて、ノー FX のその当時からエ、ね、ッ f x の前座みたいな感じで、えー、一緒に回ってた。 番なんですけどそれがエ、ね、ッ f x ももうええ年なんでもうなんか日本でもう多分最後なんですよでその花向けというかそれにハイスターも、えー、参加するということでぜひ、えーまあね、僕このチケットを取っていきたいなと思って,、えー、思ってるんですけどもなかなかチケットが取れないですよねもう2回ぐらいチケット落ちてチケット 先行ね、おっしゃって、で、今度2月10日に、えー、10時からチケットが販売されるんですけども、えー、まあ、これ収録してる頃はね、まだね、えー、結果どうなってるか分かりません。うんもしかしたら、チケット取れたかもしれないし、まあ、おそらく、多分取れてないと思います、もう取れないのが、取れないと思います。でも取れたらすごいラッキーなんで。 撮れたら行きたいなと思ってますけども。はいえー、そんな感じですね。あと、まあ、もうちょっとね、話したいことあるんですけども、えー、っとね、僕、今見てるドラマでね、ちょっと面白いドラマがね、今期のドラマでね、あの工藤勘九郎ってね、脚本家がいるじゃないですか、工藤勘。うんまあ多分ね、知ってると思うんですけど、僕らの世代の人だったらね、工藤勘とかね、えーあの、木更津キャッツアイとかのね、 えー、脚本をしてた人ですよねあとなんかいろいろまああったと思うんですけども思い出せないや <laughs> なんかいろいろね、えー、面白い、えー、ドラマをね、えー、脚本家やってたやってる人がいると思うんですけどもあのー、その方のね今期のドラマでね不,不適切にも程があるっていうドラマあるんですけどこれがねめっちゃ面白いです何ていうかねえっ、ー、とねしし 1986年のね舞台にしてるっていうか、まあ、僕ら僕らがだから僕が5歳の時とかですよ1986年といったらその時を,を舞台にしてる感じで、えー、だからね始まった瞬間にねテロップがね出るんですけどまあすごい不適切な、えー、なんかあの映像がありますと。うん まあちょっと腹立つ人もいるかもしれないけど当時の当、えー、当時時のの映像当時の日本の風景をそのまま映像にしている感じなんで、えー、許してねみたいなご了承くださいみたいな感じで、えー、始まるんですけどももういきなりね、まあ、主人公が阿部サダオさんなんですけども、えーまあ、その方がね、えーまあ、子供をね起こすんですよ高校生の女の子を起こすシーンが。 あるんですけどおい起きろってブスーとかね早く起きろボスブスーとか言ってこう自分の娘をブス呼ばわりし,しながらねこう起こしたりするシーンがあってでまたねすごいなと思ったのがねタバコめっちゃ吸うんですよねもういろんなところでタバコ吸ってるんでみんなまあ,まあそうですよね当時ねやっぱねあの当時バスん中とかでもねタバコ吸ったりとか うーん飛行機でもタバコ吸えましたもんね、えー、だからどこでもねタバコ吸えたんですよあの電車の中でもねタバコ吸ったり新幹線とかでも吸ったり、えー、タバコ吸えたんでなのでバンバンねいろんなところでタバコ吸っててあとねそ,そのね主人公の安部貞夫さんね教師なんですけども高校の教師なんですけども、あのー、教室の中でもね普通に生徒が 勉強してるテス,トテ,ストしテストをしてるところをね、えー、後ろでこう、バーってめっちゃ吸ってるんですよ。うわ、こんな時代だったんかって。まあ、ちょっと引いちゃうぐらい。うん、いや僕の時はね、さすがにね、そこまでタバコはね、吸ってる人はいなかったなと。まあ、先生もちろんタバコ吸ってるの分かるけど、タバコ吸える部屋みたいなのがあってね。 タバコ部屋みたいなところで吸ってたからそんなねどそこら辺でタバコ吸ってるみたいなね、うん、え教室へをタバコ吸うみたいなのはなかったんですけども当時はねタバコもそこら辺で吸いまくりね、えー、でこれは、ね、ちょっと面白いのがです、ね、あの部サダヲさんがねあのタイムリープするんですよでタイムリープして現代のこの令和の日本に来るんですけども そうするとね、そのいろんなギャップがねあってね、えー、面白いんです。で、あのー、まあ、居酒屋みたいなところに行ってね、安部さださんが行ってるとね、隣でね、なんかいろいろ会話してる人がいると、えー、3人で会話してるんですけども、どうもその話を聞くと、えー、もう面白い、えー、なんていうんですかね。 3人は、ね、会社の人なんですけども、1人の人がすごく、ね、なんか問い詰められてるんですで。それはどうやらパワハラがあったと、うんで。その人にどういうことが何々ちゃんがパワハラがあったと言っては会社に言ってきてるとで。事実確認したいからって言って話するんですけども、まあ、本人は、ね、パワハラしたつもりはないんですよ。ただ普通に ね、してたつもりなんですけども例えば「いやなりなちゃんすごい頑張ったよね期待してるよ、ね」「期待してるよ」この期待してるよっていうのがプレッシャーになってしんどかったと、えー、言ったりとかあと「いややっぱな々なちゃんすごいねこのフリック入力めちゃめちゃ早いねさすが Z 世代だね」とか言うとこれもハラスメントになるとエイジングハラスメントっていう っていいうらしいです、ね、その何々世代とかっていうのでくくるのはよくないみたいですね。そんなんとかあと何々ちゃんがこうね、えー、お嫁に何て何々さんをこうお嫁さんに持つ旦那さんは幸せだろうなみたいなねこと、まあ、いいお,お,お嫁さんになれるよみたいなことをね言うとこれもセクハラみたいな。 えー、だからねそこでねやっぱその阿部サダオさんがねその聞く耳を立ててた阿部サダさんが怒るわけですよ。なんだいやそんな時代にするために俺たちは頑張ってきたんじゃないぞと、うんまあ、その時はねもう未来に来てるっていうのは分かってたみたいなんで、えー、もう未来に来たっていうのは分かった状態でいやね 俺たちはこんな未来にするために日本をこんな風にするために頑張ってるんじゃないぞっつってちょっと怒り出すんですけどもそのね頑張れって言った人がね罰せられるっていうか怒られるっていうかね問い詰められるそんな、ね、世の中ありなのかっていうねうんまあ今の本当にね時代にこう一石を投じるようなね、えー ドラマだと思いまます本当に、まあねもちろんね当時のね日本がね良かったなんては、ねま、ず言い切れないところもあると思います確かに、えー、パワハラとかねえぐかったし、うん、僕もやっぱり当時っていうかまあ僕がね成人して働いてた時でもやっぱり、えー、もう20 年近く前になりますかね、20年ぐらいもあるになると思いますけども、普通にこう、しばかれるとかね、殴られる、蹴られるとか、えー、ミスしたらね、しばかれるとかもありますし、僕が営業の仕事とかね、やった時もね、あるんですよ。で営業の仕事やって、まあ昼、昼になったらね、報告せなあかんのですよ。その、情緒に電話して。そその時もその 結果うまくいってたかうまくいってなかったかとかねいう結報告せなあかんともその気合を入れてね電話しなあかんので「はいはい!はい」っつってね「お疲れ様です何々ですただいま何件です!」とか言ってねで例えば0件ですってなったらめっちゃ怒られるわけですお前やる気あんのかって「0ってなんやねん」って「はいすいません今から100件回って必ず今日は1件でも」えー 一軒でも取って帰ってきますとかねこんな風にね、えー、すごいこうね気合を入れて電話世代があるんですよ「はいはい!はい」って言ってねめっちゃ大声で、うん、やっぱ気合が入ってないからお前は結果出へんねんぞみたいな風、えー、に言われてまあその,その後キャバ、後にねキャバクラで働く時も本当にね根性論気合みたいな 時代なんですよ実際当時はそれで売り上げ上がっているところもあったんですよね。ただまあ時代が変わっていって流れが変わっていっていろいろ変わっていって気合だけじゃねだめだよねとか、うん、やっぱ時代の読まないと、うん、やっぱ時代にそぐわないことしてたらそれは売り上げ上がらないよね。でもねほんまにね当時はねもうそういう気合とか根性とかで上がってた部分もあるんで。 なのでまあそれがね必ずしも、うん、ダメだとは僕は思わないんですけどもただまあやりすぎたりねそれで、えー、精神おかしくしてな自殺しちゃう人とかも今の時代いますし、うん、あの本当に、まあ、根性だけじゃ何ともならないこともあるんでね、うん、だからその辺のバランスっていうのはあると思いますけども でもやっぱり、まあ、僕はこう今お店やってて思うんですけども、まあ、当時、まあ、ほんまに大変でしたけどもあの芝かれたりねほんまにね気合が足りへんって言って根性はないって言われてねほんと根性論で頑張ってきましたけどもその時のこの苦労した、えー、それがある経験があるから。 今も苦労できるっていうかね若い時はね僕はね苦労はした方がいいと思いますよ本当に。うにやっぱねその当時苦労したことが後にあのやっぱあの時のあれに比べれば今はマシだなって思えるようになるんですよだから、まあ、若い時はね本当にね、えー、苦労しても根性でなんとかねだからまあ なほんですよ本当にそれであのやっていけたりするんでその経験がやっぱ後に生きるしあん時の辛い思いに比べればっつって、えー、頑張れるもう人が踏ん張りしようっていう風になることもあるんであのだから根性っていうのは必ずしもあのいらないとかねそういうことはないと思いますただね世の中的にはやっぱりスマートにね、えー そういう気合や根性みたいな泥臭いもんじゃなくてスマートにうまくこう問題を解決していった方がいいっていうようなねそういう思考がねここ最近では多いと思うんでそういう世の中になってきてはいますけど効率化みたいなね効率がいい方が善だみたいなことはありますけどもでも全てが全てそうではないと僕は思うんでねうんまあ そういう面ももちろんね効率的なことの方がいいのはいいんですけどでも人間ってやっぱりね泥臭いもんだしやっぱり感情気持ちでね動く部分も大いにあるんでそういう人はね結構多いと思うんで、えー、なのでね、えー、まあそういったね、えー、何の話今 <laughs> 何の話してるんだろうまあそういった根性論とかね 言うのもいいかなと思うんですけどねまあそう,そうドラマの話ですよね不適切にも程があるっていうねドラマこれね見物ですほんまにねでちょっとね途中なんかディズニーみたいになったりしてね結構ねまあお笑い要素もすごいあるしあの当時まあ昭和の時のこう昭和をなんか懐かしいって思うしあ そうだねそ,そんな当時あったねっていうか、うん、まあ、ちょっとね今の世の中がね、えー、悪いとは思いませんけどもただこうやっぱ過去のその僕らが育ってきた昭和の当時の良さもあると思うんで、えー、そことこう,うまくハイブリッドしながらね、えー 生きていけたらなと思ってるんですけどもなのでまあこの不適切にも程があるっていうドラマよかったら見てみてくださいめちゃめちゃ面白いです、うん、はいまあ今日はねいろいろこうラルクカフェの話からラルクのね えー、僕がラルクを好きになった話な,などなどして、まあ、ハイスターの話もしましたし、ドラマの話もしました。えー、いろんな話させてもらいましたけども、えー、ナンバーワンというお店はですね、えー、90年代のロック好きが集まっているお店です、えー。ラルクが好きだったら、えー、ラルクファンの人はめちゃめちゃ多いんで。うんまあ そういう人たちに囲まれてね、えー、ラルクの曲を一緒に歌ったり、えー、そうやって楽しむことができるお店です。なので、ぜひね、えー、一度お店にも遊びに来てくださいっていう感じで、今日の動画は以上でございます。はい、コメント欄にぜひコメントください、えー。あなたの好きなね、アーティスト、バンドとかあれば紹介してくれたら、えー、嬉しいなと思います。今最近ね、このバンド熱いよとかあったらね、ぜひ教えてくださいはい。 そんな感じで今日の動画は以上。またね。待ってるだけの機能にアディオース。バイバイ。